はいどうも副社長です。最近その結構乾燥してるんですが、やっぱり喉も乾きますよね。水分っていうのは大事でございます。なぜ人間の体っていうのは 70% が水分でできておりますので、水分大事なんですけれども、今回はですね、人間の体の中にある 70% の水分を抜いてみた。はい、仕切り直しまして、まあ生きていたらですね、仕事に行くにしても、休日にお出かけするにしてもですね、まあどこかしらで絶対水分が必要になってきます。イエーイ。かっちりしてる人やったらお家から水筒を持って行ったりとか、まあこれは僕めんどくさがりなんで無理なんですよ。でまあおしゃれな人やったら、あの何ですか、あのこのコーヒー屋さんとかのカップのあのなんかでなんかね、あれちょっとこれ無理なんですよ。僕あのおしゃれたまに行きますけれど、ちょっとなんか緊張するんですよね、注文の時とかね。なんかサイズいろいろ書いてるけど、みたいな、どの大きさがどれくらいの大きさですかみたいな。なんで緊張するんで、あのあそこ行くには一回ちょっと気合い行くぞっていう気合いを入れないといけないんですよ、僕の場合は。なので僕はもっぱらペットボトル派です。ただそのペットボトルも夏場やったらすぐぬるなるし、冬場やったらあったかい飲み物も冷めちゃうんですよ。そんな時にこれドーン、クロスフィールド真空二重ステンレスペットボトルホルダー。まあ、簡単に言うとペットボトルの飲み物の温度を保てるボトルです。まあ、こういう感じで、もうここ蓋をピロンって外すとこういう感じですね。はい、中にカバーも入っております。はい、でもこれにですね、飲み物を入れていきます。まあ、入れるっつってもこれね、なんて言うんだ。はい、終わり。これも閉じたら、完成トゥルトゥルトゥルー。またこうね、カバーに、カバーに、はい、しっかりしたカバーです。はい、できました。ペットボトルの美味しい温度が続きます。保温の効力グラフですね、がこちらになっております。温かい飲み物60度から開始しまして、未使用の場合は3時間後にはもう60度から10度以下になっております。しかしこちらの本商品を装着した場合は、60度の飲み物が3時間後には30、まあ、40度ちょっと下ぐらいですかね、38度9度ぐらいですかね、つけているのとつけてないのでは27度も差が出るということですね。これからの季節にめちゃくちゃおすすめでございます。 500ml 用なんですけれども、形によってはちょっとご使用できない場合もありますのでご了承ください。ちなみにこちらワーク系のお店でバカ売れした商品なんですけれども、大きい声で言えないですけれども、小塚の場合はちょっとだけお安くなっておりますので、店頭で確認してみてください。ご迷惑をおかけしております。